領袖での勝利から6年、孫家の若者たちはたくましく成長した。故に今、孫権は時代を開く若き虎へとその道を託す。家督を継いだ孫策は勝利の報とともに炎術のもとへ帰還する。しかし炎術は功をねぎらいもせず、5年もの間孫策を飼い殺しにした。このまま炎術のもとにいては虎の牙が抜け落ちる。危惧した孫策は伝国の玉璽と引き換えに二の自由を炎術に要求。炎術は二つ返事でこれを承諾。孫策は自らの戦いへと踏み出す。まずは本拠を得るため武祖伝来の地五軍を清算。孫策とその友周瑜は自分たちの時代の到来にたぎる。それを見つめる孫権と宿将郊外も若き虎を支えんとたける。高騰五軍に熱き虎たちの方向がとどろこうとしていた。周公瑾、戦場に勝利の調べを奏でん。炎術のもとにいた時はヒヤヒヤしましたよ。孫策様が腐っちまうんじゃないかって。太史寺という書を知っているか。敵の劉陽配下の猛者らしい。一本気で義理堅く部下からも慕われている。だが劉陽からは冷遇されてるんだと。なんでだろうな。うちの孫策様なら誰とでも仲良くするのにな。策のやつ、玉璽をあのように使うとはな。俺にはできん発想だ。天下は乱れ、各地に軍友が割拠した。もはや帝への忠義だけでは進めぬのやな。なればこそ我がからの道も楽しみになる。俺に見えなかった地平見せてくれるかもな。孫策殿は新たな孫家の長、我らは全力で支え。五軍の平定と奪還、これぞまさしく我らにとっての急務ですな。孫家の新たな風、ここから吹かせましょうぞ。姫様、孫権様はどちらに？天人様は、でも、悪いな、周瑜。いや、孫策、孫権殿の地盤を継ぐのではない。ありがとうよ。さあ、まずは寄って立つ地を得よう。ああ、ここは俺たち孫家ゆかりの地だ。それらを倒し、孫家の名を轟かせる。だな、やることは分かってるんだ。剣や関東たちもすぐに来てくれる。圧領事を持って来た思って出てこない。拠点を落とし、揺さぶりをかけるとしよう。わしは兵糧庫を落とし、地味な役目は若者に退屈だろうか。敵はまだ防御を固めきっていない。迅速な攻めが上策だろう。おう、任せとけ。ここだ。君がいれば何も安全なことはなさそうだ。
とったり。あの大使者がやられるとは。昨夜早急にあやつらを止めるのだ。はっ、出陣する。開門せよ。よし、敵をおびき出すことに成功した。作雄と節英を倒し、祭り王城を確保せよ。すごい気を抜けば誰にも止められますまい。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。
ならばその梅雨払い、この老骨の役目、この報復、命すらも惜しくはありませんぞ。なんとか太子寺を退けた。さあ、敵本陣へ向かうとしよう。閉じ込められたな。急ぎ敵を倒し、脱出せねばの。ここだ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 。これが分かった。代わりつけてやろう。この先は南門から進んでくれ。本陣の中に出られるはずだ。ここだ。嬉しいものだな。落ちて我が子の成長を見られる。捧げるほどの男とは思えんがな。ならば俺の部は潔く負けを認め引くとしよう。ここだ。いずれお前とは共に戦いたいものだ。ここだ。ここだ。門が開いたぞ。いざ竜陽の元へ。やりましたな、孫策殿。竜陽殿、すまぬ。俺は武人として、男として堂々とありたいのだ。ゆえに今日からのこの命、孫策殿に預けるのだ。ありがとよ太子寺。孫策、これが君の地、そして君の将兵だ。ああ、ようやく実感が湧いてきたぜ。俺は立ったんだな、孫家の長として。みんな、今天下は乱れちまってる。正直この先どうなるか分かんねえけど、いや、だから俺はお前たちと一緒にやれるところまでやってみて。行くぜ。
東五軍に尊敬あり。俺たちは孫武だ。おー